二線路通り、長野駅、川入口に線路通りは、長野県長野市の長野駅前と中央通りとを結ぶ、街路の通称。全線が、長野市道長野西200人線である。1888年の長野駅開業に際し、街路整備の一環として駅前から放射状に建設された道路のうち、二線路に当たったことが、名称の由来である。なお、一線路は、 現在の末広通り、三線路は、現在の千歳町通りにあたるが、もっぱら、末広町、千歳町という町名で呼ばれ、一線路、三線路という故障は、捨てられている。一方で、二線路にも石若町という町名が付けられたものの、こちらは逆に町名が捨てれ、二線路の故障が残ることとなった。細街路だが、カラー補送や、電線類地中化なども行われている。 駅前の商業集積と中央通りの商業集積を結ぶ形態であり、また、戦国外と呼ばれる歓楽街へのアクセスルートにもなることから、終日多くの通行人で賑わう。車両の通行は一部時間帯を除き可能だが、中央通り方面への一方通行である。ありがとうございます。